大谷が家でシュートするのは非常に難しい。ピッチャーがベストを尽くしていないからだアメリカは多様な国ですが多くのアジア人は家で勝ちたいとは思っていません残念ながらこれは現実ですアメリカの日本人記者はため息をついた日本初のホームゲーム王を目指すエンゼルスの大谷翔平は23時間にアストロズで2連勝を含む1試合で最も多くのパスを獲得した 24日の同じ試合でも最初のミスを除いてバットで2回目から正確に3イニングをプレイすることはできなかった気にしないのですが外側を徹底的に攻撃してボールを投げるチャンスがありませんこの試合だけではありませんシーズンの終わりまでにバットマンの1ターンのヒット数は増加していましたこの場合 46のホームチームであるブルージェイズゲレロジュニアとロイヤルズペレスを1つずつ追いかける構成を逆転させることは困難です謎はアストロズがアメリカンリーグ西地区を支配していることです地区選手権はほぼ確実ですが大谷の試合を露骨に避けていますまた本塁打で大谷と対戦した選手もいないゲレロジュニア彼はペレスに対してそれをしたのだろうか ににおけける別のの次元の成功は日本だけででなななく米国でもホットな話題になっています一方、このような明らかなローミングフェーズがあり、意図的にボールを投げます。16日のホワイトソックスの試合は物議を醸した。マイクライトの危険なボールは、9回に6ポイントのリードなしで大谷に順番にヒットし、2人のランナーを殺しました。 大谷は2球目が内側のコーナーを通過し、3球目が1人の男と捕手にバウンドしたことで大きく交代した。 大谷の右ふくらはぎを4球目で直撃したが、2年前の3試合シリーズ前半にホワイトソックスの選手3人が出場を余儀なくされたため、大谷が報復対象になる可能性が高いメジャーリーグベースボール MLB は意図的に投入したことで、ライトに対して3試合、ラルーサに対して1試合を適用しました。主要なトーナメントでプレーした日本のプレイヤーは言った。 これまでメジャートーナメントだけでなく日本でもメインヒッターが打たれた場合相手のメインヒッターを打ったことに対する報復があったしかし大谷の場合2番目の危険なボールが接近することになります珍しいことに3番目と4番目のボールもヒットするようになりましたアストロズは脅威の存在を認めているという理由で大谷と競争しないという人もいますが私はそうは思いません 王様を家に帰らせたくありません専門家は少数民族のアジア人選手を差別する能力を持っていると思いますタイトル争いは報酬性とはほど遠いですが大谷の態度が恐ろしいですホワイトソックスの試合でピッチングをしている時でも一塁手で相手とおしゃべりをしたりアストロズの動きに微笑んだりしたが文句なしにプレーした 大谷がアストロズとの試合を欠席すると発表されたとき、スタジアムの観客は大いに盛り上がりました。多くのファンが公正な戦いを望んでいました。大谷を将来のファーストヒッターに任命することは、回避と競争攻撃の数を減らすためのアイデアだと思います。彼が最初の打者をかわすように見える場合、相手チームの態度が重要です。ストライクゾーンで戦えるなら大谷がヒットします。 今日まで彼は従来の固定観念を覆すのに積極的な役割を果たし続けています。王が逆に当たったことに基づいて勝つことができますかチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマ。グッド評価や コメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマ。よろしくお願いいたします。